アリエノール・ダ・キテーヌ、アリエノール・ダ・キテーヌ、アリアン・ア・ディー・アキテイン、1122年から1204年4月1日は、アキテーヌ公・ギオーム10世の娘で、アキテーヌ女皇。はじめフランス王・ルイ7世の王妃、後に、イングランド王・ヘンリー2世の王妃。ベルナールド・バンタドゥール・ラ・ギンユー・を被護して、多くの文芸作品を誕生させ、洗練された、宮廷文化を、 フランス、イングランドに広めた存在として知られる。子孫が各地の君主及び人なったことから、ヨーロッパの祖母と呼ばれる。中世世紀の西欧において、最も裕福で地位の高い女性の一人であった。アリアンガー、アリエノールは、南フランスのク語の名前で、オイル語、フランス語でエリノア・ディ・アキテイン、エレオノール・ダキテーヌとも呼ばれる。英語では、エレノア・オブ・アキテイン、エレノア、 または、エリナーオブ・アクイテーンと呼ばれる。1122年頃、アキテーヌ公・ギオーム10世の娘として誕生。母は、シャテル・ロウハク・オンナ・アエノールとされる。祖父は、トルバドゥール、詩人の一種で知られる、ギオーム9世であり、多情で奔放な人物だった記録される。そして、父・ギオーム10世は、フランス王・フィリップ1世と悪友であり、スキャンダルもあったが、 1 9 9 5年のフィリップ一世のハモンイ後は、そこが改善し、アリエノールを相続人にして、以降は娘を溺愛した。当時のアキテーヌ公領は、ガスコーニ公領、ボワチエ伯領など、フランス全土の3分の1近くを支配していた。アキテーヌは、旧帝哀やトルバルールで知られる、南仏文化の中心地だった。アリエノールはその雰囲気を十分に受け、音楽、文学、 ラテン語と当時の女性としては、高い教育を受けて育った。しかしながら、業務休生の時代に反映した宮廷は、業務10世の時代には縮小し、秋廷の公下は、政治的、経済的に長落傾向にあった。アリエノールは、父について、領内を回り、政治にも、自然と関心を持つ。業務10世の採下した、特許状には、幼いアリエノールのサインも残されている。 母エノールと弟ギオームが1130年に創生したため、アリエノールは8歳で大領地の女相続人となった。母を失ったことで、母方の祖母や父方の祖母の情熱的で大胆な生き方に強い影響を受ける。また相続人として、周辺各国から大いに関心を集め、傲慢な性格が形成された。1130年、父ギオーム10世は、 インノケンティウス二世の対立教皇であるアナクレトス二世を強く支持し、宗教界だけでなく一般社会にも衝撃を与えたため、クレル号のベルナルドス修道士に強くいめられる事態となった。しかし、ベルナルドスとの会見を保護にして、インノケンティウス二世派の教会を破壊し、支持者を追放したため、破門された。5年後の1135年、再び、 ベルナルドスとの会見に臨むと、父業務10世は明らかに改心し、また追いの兆候が顕著になった。アキテーヌ公領をアリエノールが相続することは、法的に可能だったが、フランス国王の進化として40日の軍役義務があり、かつ広大な領地を野心ある諸公に囲まれ、女性一人でアキテーヌ公領を維持するのは困難と考えられた。業務10世には、 弟レーモンがいたが、現在は、第一回十字軍が、聖地に建設した十字軍国家の一つである、アンティオキア公国の君主であった。また、業務十世には、諸子の男子がいたが、継承権はなかった。そこで、着室の男子を得るため、エイマールの娘エマとの再婚を画策する。しかし、エマが、リモージュの相続人であることから、南仏貴族たちの反発に遭い、 エマワと結婚させられた。さらに、暗獣白女フロアに加勢して、ノルマンディ信仰を試みるが失敗し、業務十世は塞ぎ込むようになる。父の様子に対し、アリエノールと妹ペトロニーユ、ペトロニラは、社交界を取り仕切るようになった。十四歳になり、結婚的礼期を迎えたアリエノールは、容姿を世界のバラと称えられ、宮廷での恋愛遊戯を楽しむようになった。 翌1137年、父ギオーム十世は奔放な娘たちを見かねて、ポワティエからボルドーの絵二人を移す。そして、自身は、イベリア半島北部のサンティアゴでコンポステーラへ、巡礼する予定だったが、同年4月8日、サンティアゴでコンポステーラを目前にして、小川の水に当たり、38歳で死去する。遺言によりアリエノールの貢献は、フランスをルイ六世に託された。 当時のフランス王室カペ長は、未だ王権が強固ではなく、直接の支配は王領のみに限られていたのに対し、アキテーヌク家は広大な領地に加え、多数の有力貴族を侵入させていた。アリエノールの後見人となった、ルイロクセイは、彼女の夫に、自分の息子ルイオウ大使を選び、婚姻によって、アキテーヌを手に入れて、王権を強固にさせようとする。ルイオウ大使は、 次男として誕生し、聖職者となるべく教育を受けていたが、兄フィリップが1131年に休止したため、王位継承者となった。1137年6月18日、ルイ王太子は十字軍遠征に匹敵する規模の行列で、ボルドーに向かう。ルイ六世の学友であり、サンイコールド二大聖堂の修道院長である、シュジェールが従い、 若い王子にアリエノールとの接し方を教えようとした。7月1日に王太子一行はアキテーヌ領内に到着する。7月11日、ボルドーに到着したルイ王太子と対面したアリエノールは、その頼り投げな姿に落胆する者の戦略によって、人生が急変した点に、オテルイに共感した。しかし、アキテーヌ区下、ポアティエケまたはラヌルフケに比して、 カペイ家の歴史は浅く、また、アキテーヌ公領の方が、はるかに豊かで広大であることから、おごった考えを持った。8月1日、アリエノールとルイ王太子が、ポワテー入りしたその日、ルイ6世が既得となったため、王太子夫妻は、パリ郊外のサンドニに休校する。こうしてルイ7世は結婚と、ほぼ同時に、国王、王妃となった。父の死から4ヶ月足らず、 アリエノールは十五歳でフランス王妃となった。南仏アキテーヌの女領主として育った陽気なアリエノールと修道院育ちであり気真面目で信仰心の厚い類は性格が合わせなかった。後に離婚した際にアリエノールは類のことを王と結婚したと思ったら僧侶だったと言ったと言われる。しかし類の恩和な性格から不仲は表面化しなかった。二人の間にはマリー、 アリックスの娘二人が生まれたが男子を設けることはできなかった。1147年の第二回十字軍にアリエノールはアキテーヌ軍を引き連れ、夫ルイ7世と共に参加した。信仰厚いルイに対し、アリエノールは物見予算目的であり、王妃の随員や衣類などの荷物だけで部隊が形成され、さらにその護衛部隊も必要となり、新軍の多大な妨げになっていた。 こうしたことから、フランス軍がコアジアでセルジューク長軍に惨敗し、原因ともなった。アンティオキアに入り、アリエノールがおじのアンティオキア公レーモンと共に、エデッサ博領であるアレッポとカイサリア脱会することを主張した。この時、アリエノールとレーモンは親密であり、情を通じた、近親相関とされる説、南フランス風の愛情表現とする説がある。 ルイ七世はこれに反対し、火を拘束してエルサレムに向かった。デーモンは戦死し、さらにダマスカスへの攻撃も失敗に終わって、二人はフランスに帰国した。十字軍遠征の間に、アリエノールとルイ七世の亀裂は決定的となり、ルイは離別を決意するが、アリエノールの不定を表沙汰にしたくないこと、及び二人の王女への影響を考えて決心がつかなかった。 1151年頃、アンジューハク・白ョフロア4世が、上司、アンリ、英明、ヘンリーを伴い、フランス宮廷を表敬訪問するが、アリエノールはアンリに関心を示さなかった。同年9月7日にジョフロア4世が逝去する。翌1152年、アンリは新獣制約のために、フランス宮廷を再訪。アリエノールは十一歳年下のアンリに強い関心を抱き、 無政府状態のイングランドのスティーブン王の不当性と討伐を訴える案理を死し,し、ルイから自由になったら財宝を提供すると語りかけた。これを受けてルイ七世は、離別を決意し、三月二十一日に近親婚であるとして、婚姻の無効が成立した事実上の離婚。エウゲニウス三世からの離婚承認教書を受け取るや、イナや、アリエノールは領地に帰還する。 独身となった彼女には各地からの求婚が相次いだが全てを拒否し、わずか2ヶ月後の5月19日にアンジュ博、ノルマンディー公アンリと再婚する。ルイ7世とは近親婚を理由に離婚したにもかかわらず、アンリはルイよりも近い血縁関係にあった。多重なアリエノールの再婚とアンリへの軍資金提供にルイ7世は激怒する。さらに、 この結婚により、フランス国土の半分以上がアリエノールとアンリのものとなったことは、フランス王国にとって大きな脅威となったアンジュー帝国。1154年10月25日、スティーブン王の崩御により、アンリはイングランド王を継承してヘンリー2世となり、プランタージネット朝が成立した。同年12月19日、アリエノール、英名、エリナー。 またはエレノアは、夫と共に退官する。こうして、フランス国土の半分以上が、イングランド領となり、後の百年戦争の永遠となった。この後14年間に、アリエノールは息子5人と、娘3人を産み、夫と共に領土を統治し、安住帝国の拡大に努める。ヘンリー二世が史上周辺諸国との友好維持のために、活用しようとしたのに対し、アリエノールは、 自らのアキテーヌ寮の維持にしか関心がなかった。成人した王子たちの処遇をめぐり、ヘンリーにはプランタージネット家のアンジューノルマンディを、リチャードにはアリエノールのアキテーヌを与えた一方、ジェフリーは婚姻によりブルターニュのみとなり、ヘンリー2世が最も愛したジョン、後のケツチオウに至っては与える所領がなかった。アリエノールはアキテーヌの継承者であるリチャードを溺愛し、 夫婦の対立も深まっていった。また、1169年にリチャードとルイ7世と、5歳カスティーリア王女、コンスタンスの娘で9歳のアデル女、英名、アレー、またはアリスを婚約させ、アデル王女はイングランド宮廷で養育された。ヘンリー2世は後に、アデル王女に手をつけたため、ヘンリー2世とリチャードの対立及びアリエノールリチャード、側につく原因となった。 アリエノールは自らアキテーヌへと戻り、別居する。ボワチエのアリエノールの城では、銀遊詩人や騎士らが集い、ヘンリー二世との間の息子とその日や婚約者、幼い娘たち、さらにゼンプルイ七世との間の娘のマリーも、訪れるようになり、君主や貴族の訪問も受け、華やかな宮廷文化が開花した。1170年。 ヘンリーへの大い継承を盤石にすべく共同統治者とする若、ヘンリー王が実権はなかった。1173年、若、ヘンリー王がルイ7世の庇護の下、父の独裁に対して反乱を起こすと、アリエノールは自分の宮廷にいた下の二人の息子、リチャードとジェフリーを連れて、フランスへ避難しようとする。しかし、 アリエノールの不審な兆候を監視していたヘンリー二世に捕らえられ、以降15年余りにわたってイングランドのソールズベリーに軟禁された。軟禁に前後し、1173年頃、ヘンリー二世には、愛称ロザモンド・クリフォード、1150年以前から1176年ができた。ロザモンドの住むウッドストック離宮に、アリエノールが押しかけたとするつてが残る。 1183年に若ヘンリーが死去。若ヘンリーが病死した際、監禁先に知らせに来たウェールズの死去にアリエノールは、数日来見た夢から分かっていたと告げたという。若ヘンリー亡き後、息子の中では三男リチャードが最も母の愛を受けた。リチャードのロマンティシズムは、母親譲りと言われている。リチャードは、アデル王女の一件を根拠に、ノルマンディで反乱を起こす。 ヘンリー二世は南京中のアリエノールと共に、ノルマンディを訪れ、一件落着かと思われた。しかし、逆に、ヘンリー二世は、アキテーヌを、バッシュのジョンに継承させようとした。1188年にイングランドとフランスの戦争が、起こると、フランス王フィリップ二世はリチャードを懐中し、リチャードとヘンリー二世を対立させる。さらにバッシュジョンも、リチャード側についた。 1189年、王子たちとの対立で、ヘンリー2世が、失意のうちに放御すると、アリエノールは、リチャード1世、死死神王の即位と同時に解放される。当時の年代記作者は、十数年に及んだ監禁生活を経てなおも、衰えずに行動した老年のアリエノールについて、比類なき女性。美しいが慎み深く、権力を持つが謙虚で、控えめだが雄弁。 格のごとき女性は大変漏れであると記している。リチャードは在位中のほとんどを海外遠征で過ごし、アリエノールは摂政として安住帝国を統治する。領地を巡行し、リチャード支持者の増大に努めた。また、リチャードとナバラ王三朝六世の王女ベレンガリアとの縁談をまとめるため、自らイベリア半島にも赴いた。さらに1193年に、 リチャードが神聖ローマ皇帝ハインリヒ六世らに囚われた際には、娘のマチルダの夫ハインリヒ四考の協力を得て、解放に尽力する。さらに、リチャードとジョンを和解させた。1204年、80歳を超える当時としては、稀な長寿を全うし、罰身のジョン、ケツチ王が、イングランド王の時、陰性先のフォントブロー修道院で死去。 最初の夫レイ七世との間に二女を設けた。二度目の夫ヘンリー二世との間には五男三女の八人の子を設けた。彼女自身とカスティーラ王国に嫁いだ同盟の娘、エレノ・アガタさんだったことで、政略結婚によりアリエノールの血筋はヨーロッパ各国に広がり、後世にヨーロッパの祖母と呼ばれるようになった。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。 クリックしてください。